마에스토로가 素晴らしいのに若く美しい風車にはもううんざり街は見てた社交界でるけれどあくび噛み殺す幕が降りた後指揮者が紹介された青くすんだ目の風車に一目で恋に落ち燃わったこの末困ったことが彼女はクラシック音痴好みはポピュラー青い波の上 そして彼は彼女のそんな気持ちを知っていたからこそ脱税のホールでカットを送り